中国一部の上海海溝に所属する中国代表武器カオ・シュンリョーエン・ジュンリンは、10月20日に行われたホームでのリーグ第28節、北京国安戦1から2で先制点を献上するミスを犯してしまった。同僚は小守護神に対し、適応できると信じている、とエールを送っている。動画、プレゼントをありがとう。 上海海港グキエン、ジュンリンが衝撃のミスで失点検証の瞬間。0-0で迎えた前半25分、上海海港は味方からのバックパスを受けたグキエン、ジュンリンが、北京国安の中国代表 MF 王ン湾岸からプレッシャーを受け、ボールコントロールでもたついたところをそのまま蹴り込まれ、衝撃的な形で先制点を与えてしまった。後半にも PK で追加点を奪われ、 上海海港は1-2で敗れている。相手 f w ワンガ岸は、シーズン終盤ながらこれが今季リーグ戦初ゴール、3アシスト。中国有数のスポーツメディア、モーヤスは、炎順林、素晴らしいプレゼントをありがとう。と見出しを打って伝えた。一方で、上海海港の同僚である中国代表 MF ムレヘマイティジャンは、今日のミスは一人のミスではなく、チームみんなのミスだった。 連動できず、武器がボールを扱うのがより難しくなった。彼はこれまで多くの試合に出場してきたし、適応できると信じている、と、炎順林にメッセージを送っている。勝てば優勝が決まる重要な一戦だっただけに、炎順林のワンプレーは想像以上の反響を呼んでいる。